皆さんこんにちは。今回は2022年にリリースされた動画の再生数ベスト5を見ていこうと思います。青山本店2階サロンからお送りしていますトレーディングポスト YouTube チャンネル、今回は2022年にリリースされた動画の再生数ベスト5ということなんですけども、結構意外な動画も個人的にはランキングされていましたので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは早速ご覧いただきましょう。まずは第5位、第5位はこちらの靴べらの話でした。これが早速個人的に意外だったんですけども、この靴べらの話、いつも何気なく使っているこの靴べらという道具、実はあんまりよく知らないんじゃないかということで、少し細かいお話をしていました。靴べらに限らないんですが、身の回りにいつも当たり前のようにあるもの、改めて深掘りしてみるとちょっと新しい発見があるかもしれないですよね。ちなみにこちらは持ち手に天然の木材を使ったイタリアの靴べらなんですけども、今販売はしてないんですが青山本店に置いてありますので、よろしければいらした際にご覧になってみてください。続いて第4位、ストレートチップオードリー20周年モデルの動画です。2022年はオードリー20周年ということで、記念モデルが発売されました。履くと見えなくなってしまうんですが、この内側のグリーン、真っ黒に塗られたソール、そしてかかとに施された赤のワンポイント、非常にかっこいいモデルでしたよね。残念ながらこちらも完売してしまいましたので、現在は手に入らないんですが、通常のオードリーはもちろんお取り扱いがございます。そのタイムレスな魅力はこの先20年もきっと健在でしょう。続いて第3位はこちらです。クロケット&ジョーンズ人気ローファー履き比べということで、イギリス屈指の老舗メーカークロケット&ジョーンズの大定番ローファーボストンと、同じくタッセルローファーのキャベンディッシュをいろいろと比較してみました。この2足についてこれだけ細かく比較している動画は多分他にはないと思いますので、もしご覧になってない方、よろしければ一度ご覧になってみてください。でこれはちょっと余談なんですが、クロケット&ジョーンズはイギリスのメーカーなんですが、ボストンやキャベンディッシュというのはアメリカやカナダの地名なんですね。でちなみにキャベンディッシュは1987年の登場なんですが、それ以前タッセルローファーでマディソンというモデルがあったそうです。どうもクロケット&ジョーンズはローファーの名前をつけるとき、アメリカの方角を向いているようですね。続いて第2位、第2位はエドワード・グリーンを履く3つの理由ということで、イギリス靴業界の巨人エドワード・グリーンの代表作ストレートチップのチェルシーと U チップのドーバーについてお話をしました。今でこそ本当にいろんな靴ブランドを日本で見ることができますが、とにかくエドワード・グリーンといえば最高の靴ということで、昔から日本の靴ファンの間では絶対的なステータスを持っていました。最高の素材、抜群のフィット感はもちろんなんですが、現在いろんなメーカーが採用する定番ディテール、これを定番化させたエポックメイキングな靴を生み出してきたのがエドワード・グリーンだったんです。革靴を語る上で絶対に外すことができないチェルシーとドーバー、ぜひ皆さんこちら足入れされることをお勧めいたします。さあ次はいよいよ第1位です。第1位はこちら、トリッカーズカントリーコレクションの動画です。イギリスでもひときわ長い歴史を誇るトリッカーズが作るカントリーコレクション、革靴を履かない人でもトリッカーズのカントリーは履きたいというぐらい日本でも大人気の靴です。人気の秘密は何といってもこのエイジングです。新品の状態もいいんですが、履き込んだこの雰囲気がなんともかっこいい。世の中使い込んだもの何でもかんでもエイジングという言葉で片付けようとする人いるんですけど、僕それちょっと違うと思うんですよね。例えば靴で言うと素材が非常に大事です。いい革はシワの入り方が非常にしなやかです。そしてしっかりメンテナンスして磨き込むことで底光りをしてきて、新品にはない光沢感を放ってきます。ぜひ皆さんもこのトリッカーズ自分で履いて育てて、その魅力を体感してみてください。ということで2022年にリリースした動画再生数ベスト5をお届けしたんですが、第5位の靴べら以外は全てイギリスメーカーでした。2023年は果たしてどんな結果になるのでしょうか。こちらの動画では商品やイベントなど様々な情報を発信していきます。チャンネル登録まだの方はぜひご登録お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。